皆さんお久しぶりです。また猫さんです。このチャンネルでは放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。がん治療の一つである放射線治療について皆さんに知ってもらえるきっかけになれば幸いです。それではよろしくお願いいたします。皆さん、放射線治療にはどんな種類の放射線を使っているか知っていますか？第1回目でも話した通り、放射線にはいくつも種類があり、それぞれに特徴があります。1895年、ドイツのレントゲン博士が X 線を発見して以来、放射線は様々な分野で活用法が研究されていきました。医療の世界では、それぞれの放射線の持つ性質を生かし、治療するがんの種類に合わせた、様々な手法が開発されていきました。がんは体のあらゆるところに発生しますので、できた場所によって有効な治療法も変わり、その度に新しい治療法が開発されてきたといった感じです。今ではたくさんの治療法があり、それぞれ料金体系も違いますので、放射線治療にかかる費用をざっくり知りたいと思った場合も、とても複雑でわかりにくいです。放射線治療の費用については、いずれご紹介したいと思っています。ということで今回のテーマはこちら、てぜん、放射線治療の種類。今現在日本で行われている放射線治療の種類についてお話ししようと思います。放射線治療の種類をざっくりと分けると、外部放射線治療、密封層点検治療、非密封隠し内容治療の3つに分けられます。外部放射線治療は体の外から放射線を当てる治療法で、最も多く用いられる治療法です。腫瘍を狙い撃ちできるので汎用性が高く、体への負担も少ない治療法です。一方、体の内部にある腫瘍に対して体の外から放射線を当てるので、近くの正常組織へもある程度の放射線が必ず当たってしまいます。一般的に正常組織の方が、癌よりも放射線に耐えられる組織であることが多いのですが、それでも正常組織が壊れてしまうほどの強さの放射線を使うことができず、そこが使える放射線の強さの限界になります。密封層点検治療は放射線を出す物質を腫瘍の中や近くに一定時間置くことによって治療を行う方法です。体の中に管を通し、その中を金属製のカプセルに入れられた放射線源が通り、あらかじめ予定された場所で停止し、放射線を腫瘍に当てます。外部放射線治療と比べると、より腫瘍のすぐそばから放射線を当てられることが特徴で、より高い線量で腫瘍を狙い撃ちすることができます。非密封隠し内容治療は RI 内容療法とも言って、放射線を出す物質を薬に混ぜて、飲んだり注射したりして使う方法です。薬は腫瘍に集まるよう設計されており、薬と一緒に放射線源は腫瘍に運ばれてきます。これまでの放射線治療と異なり、薬は全身に行き渡りますので、全身治療とも言えます。それぞれについて、もう少し詳しく説明しましょう。外部放射線治療は、体の外から腫瘍へ放射線を当てる治療法で、放射線は加速器を使って発生させます。用いる放射線は、X 線、電子線、粒子線があり、粒子線は陽子か炭素を用います。X 線は体内に入ると徐々に減少していき、そのエネルギーは体内に吸収されていきます。腫瘍というのは多くの場合、体の内部にありますので、このままでは、X 線ビームの上流側にある正常組織が大きなダメージを負ってしまいます。それを避けるために、通常 X 線ビームは体の複数の角度から照射を行います。そうすると、ビーム上流側の吸収線量は分割した照射角度ごとに分割され、より線量が腫瘍に集中することになります。この方法を、3DCRT と言います。さらに正常組織への線量を低減しつつ、腫瘍へしっかりと放射線を当てるための技術として、強度変調放射線治療、IMRT が開発されました。これは各角度から照射される線量の分布に強弱をつける照射方法のことで、腫瘍の形にデコボコがあっても、その形に合わせた線量分布が作れます。頭頸部など複雑な部位へ照射を行うのに適しています。さらに、その IMRT をガントリを回転させながら、X 線も常に出しっぱなしで操作することにより、効率性を高めた方法もあります。これを、強度変調回転操作、VMAT と言います。VMAT は IMRT の発展形ですが、
施設によっては単位や INRD と呼ばれることもあります。このように放射線記号は複数の角度から当てられる放射線を組み合わせて行いますので、その間患者が動いてしまったりすると計画していた線量分布が得られないことになります。体を簡単には動かないように固定して極めて高い精度で狙い撃ちをする治療方法を定位放射線治療といいます。定位放射線治療では固定精度が高いため1回あたりの線量を通常よりも高くすることができます。1回の照射で終わるものを SRS 分割照射を行うものを SRD といい、体幹部を対象とするものは SBRD とも呼ばれます。一般的に小さい腫瘍が対象となり、主に頭部、肺、肝臓に使われます。放射線治療の種類、たくさんありますよね。しかもそれぞれで治療費が異なるので、治療費の計算がややこしいのです。陽子や炭素の原子核など、粒子を加速して治療に用いる方法を粒子線治療と言います。電子も粒子としての性質を持ちますが、医療分野では電子線は粒子線とは言わず、電子線と呼んでいます。また日本で粒子線に用いられるイオンは陽子（水素イオン）と炭素イオンですが、その他の粒子も使おうと思えば使えます。用いる放射線が異なると、腫瘍にダメージを与える攻撃力も異なります。この攻撃力のことを RBE と言います。X 線の RBE は1ですが、陽子線の RBE は 1.1 から 1.2 くらい、炭素線の RBE は2から3くらいになります。体の組織への効果のみを考えたら、炭素線が最も強い、ということです。攻撃力の高さが、炭素線の魅力の一つです。粒子線にはもう一つ大きな魅力があります。X 線が体内に入ると徐々に減速して、そのエネルギーは体内に吸収されていきますと説明しました。一方粒子線は入射直後はあまりエネルギーを落とさず、一定の深さまで進んだところで急激にエネルギーを落としきる、という変わった性質があります。どの深さでエネルギーを解放するかは、入射時に与えるエネルギーで調整できますので、うまく腫瘍でエネルギーを解放するようにすれば、極めて高い線量集中性が実現できることになります。このピークのことをブラックピークと言います。粒子線を治療に用いれば、X 線よりも高い治療効果を持つ放射線を、X 線よりも正常組織を傷つけることなく、腫瘍を狙い撃ちできることになります。高い攻撃力と高い線量集中性の2つが、粒子線治療の主なメリットです。一方でデメリットもあって、その1つがお値段です。放射線が加速器を使って発生させると説明しましたが、加速する粒子が重くなるにつれ、装置も大きくなります。X 線は電子を加速して発生させますが、電子の重さを1とすると、陽子の重さは約1840となります。炭素は原子番号が6で、質量数が12、すなわち陽子と中性子が6個ずつある原子核ですので、その重さは電子よりも22080倍重いことになります。大きな機械を作るほど、当然ながらたくさんお金がかかります。装置の建設に必要な費用は状況によって異なると思いますが、陽子線治療でおよそ X 線治療装置の10倍程度、炭素線治療でおよそ30倍程度と聞いています。その費用差は基本的に患者が支払う治療費から賄うことになりますが、X 線治療と比較して、粒子線治療の治療費が10倍にもなることはありません。したがって採算が取れず、施設があまりたくさん作れないのです。施設をたくさん作ることができないので、治療によって得られる知見も X 線治療と比較して蓄積しにくく、医学的な効能や倫理性などについてもまだ研究段階であることが多いです。とはいえ、技術的に素晴らしい治療法であることは間違いありませんので、もし自分が必要になった時には、一度は検討に入れようと思っています。ここまでをまとめますと、放射線治療の種類には、外部放射線治療、密封層宣言治療、非密封隠す内容治療の3つがあります。外部放射線治療には、放射線の当て方によって、3DCRT、INRT、および VMAT と呼ばれる方法が使われています。粒子線治療は X 線と比較して、より高い効果と有害事象の低減を両立できると期待されている治療法です。しかしコストと効果のバランスについては、まだ研究が必要である、今後の発展に期待の分野となります。今回はちょっと長くなりましたので、ここで動画を区切らせていただきます。近いうちに残る密封層宣言治療、
地に通学しない幼児業についての障害動画を作成したいと思います。このチャンネルではこんな感じで放射線治療に関する様々なテーマを少しずつまったりと紹介していく予定です。この治療法をより多くの人に知ってもらいたいという気持ちだけで作っています。この活動を応援していただける方がいましたら、ぜひともチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。